歴代代表メンバーが同じクラスだったらどこに座りたい？すごいっすね。小野さん後ろがなんかめっちゃ言われそうな感じもするもんね。ちょっとお前もうちょっと右や、お前黒板黒板見えへん、お前もう橋本お前ちょっと黒板見えすさせんっていう、なんか時間はすぐ教えてくれますけどね。やっぱ嬉しいのは長谷部さんとか、うん、整えてくれるじゃないですか、やっぱり。おばんおばんおばんざい。さあということで、はい、これは最後ですね。歴代代表メンバーが同じクラスだったらどこに座りたい？すごいっすね。もう歴代の代表メンバーですよ。今日今いろいろ話してきましたけど、お茶混ぜでってことですね、はい、いろんな選手がまあ出てきたと思いますけど、今もう考えてくれてはるんですね、はい、席を座ってるみたいなので、ちょっとその席順をちょっと見てみましょうか。テスト勉強みたいですね、はい、うわはぁ、これはそうそうたるメンバーですね。これ40人、まあまあ、あの空いてるとこありますから、6個ポジションないですね。これはどうですかね、まずは。いやこれファイター多いですね、前の席。いや確かに岡崎選手、吉勝さんいるんで、高校センターの3人のこれ、うん、僕はまあどこかって言われたパッと見てカズさんの近くにいたい気持ちはありますけど、ありますけどですよね。ケイスケが後ろいるのはちょっとうるさいですよね。いや俺5番が一番ちょっと緊張も含めてないですね。5番が、俺5番の席はしんどいです。確かにこれ5番はちょっと難しいかもしれないですね、うん、まあ、ここ町井大輔さんと三浦和さん、ここはいいやろな。あ、ね、京都とも一緒にやってましたから、ここ仲いいで、まあケイスケとも一緒にやって、やっとも、まあ、横浜かぶりもあるし、ね、やっともね後ろいますから、ここ本田さんとやっとさんの並びすごいですね。フリーキックみたい、うん、ここではちょっと個性強いな。5はちょっときついですね。5はちょっときついですね。牧野選手にもうるさいし、いやこれはこれ一番どうですかね。なんか岡崎慎司は別に前にいるんはいいんですけど、ヒデさん横、ヒデさん横いますからね。お菓子あげたら仲良くなるかな。野菜あんま食べないとおっしゃってましたもんね。いやそうっすよ。でも今日本酒、あと日本酒出てくる可能性ありますよね、いや中澤雄二ボンバーがちょっと後ろから、まあちょっと騒がしい可能性もありますよね。そうですね、ちょっとこれは横中田さんで多分、うん、ノートとか見せてくれないと思うんですよね、やっぱそのまあまあそりゃそうですね。なんかユースの時でその、いや別にイタリア語とか別に君たちのために僕は勉強してるわけじゃないというね、うん、自分でちゃんとやれよって思われると思うんで、うんうん、まあそうですね、右斜め後ろが松木さんっていうのもこれケアしとかないと。これはうるさいですね。やっぱそう考えると結構やっぱうるさい人って多いですね。健吾さんの横名は魅力的ですから。いやいや確かに1か2かって言ったら2行きたいですよね、吉川さんと、はい、いや後ろまた岡野さんがいますけど、これ大丈夫ですか。大体ちょっと後ろにちょっとこう、ちょっと吉川さんも結構怖いですよね、試合中はやっぱり。まあ試合中は怖いですよ。普段はめっちゃ優しい人なんで。高田選手左、まあ、うん、すごいな。ちょっと静岡ラインというか清水の感じすごいな、うん、やっぱ清水多いですからね、昔はね。長谷部さんもだってそうです、藤枝東やからやっぱ、うん、3はでも岡野さんと中山さんか、岡野さんって中山さんか。確かにこれもまたこれでですね、まあ、後ろね川島英二はちょっといいですけど ね、いいですね、うん、なんか優しく。でも中山さんなんか橋本がなんかやりみたいですよとか言ってきそうなんその最初なんか橋本がーとか言っていじられそうなんでね。どこにいてもね、それぞれどっか誰かいますからね。やっぱでもええメンバーいるな、やっぱこう見たらな。これ6もちょっとパンチ強すぎません？いや6はちょっとトゥーリーを前、タツさん後ろ、大久保よしと。でも5よりは6の方がまだなんかいい感じがしますね。そうです、5より6の方がそれはいいですね、うん、まあ、前って逆に気にしなければ、うん、あでも後ろ向いてくるか。で吉野さん右だから、いやー吉野さん右も個性、うん、お強いと思います、これ。いや僕はやっぱ全体的な関係値とかで言うと4がいいですかね。ですよね。いや、うん、僕もパッと見た瞬間多分4が一番、うん、まあ城庄司さん、はい、まあまあ喋りはしますけど優しいですから、はい、いろいろカバーもしてくれる、はい、中田浩二はもうカバーしかしてくれないですから。間違いないですもんね。で牧野もうるさいけど、まあちょっとこうなんかちゃんとしたうるささ、はい、うん、マギロスさんはもうカズさんについておいてもらったらね。いやそう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 。三つはもうまあそんな黙っとく、もうクールでマイペースだと思う、うん、やっぱ4ですかね。確かに4やな。コウジさんと三つさんもこの鹿島ライン、鹿島のね、ここ多分雰囲気いいと思う、うん、5番を外した一番の理由って何ですか。
緊張するっていうの、僕はまず5番のラインはやっぱりそのカズさん、ヒデさん、ケイスケってなんかこう時代的に日本を引っ張ってきた人たちだね、いる感じですもんね。まあ、ナナミさんもいるし、プリント配られるときカズさんから渡されるわけでしょそれがちょっとねっていう、緊張するなっていう。でケイスケに渡すと、小田さんも後ろがなんかめっちゃ言われそうな感じもするんで、ちょっとお前もうちょっと右や、お前黒板黒板見えん、お前もう橋本お前ちょっと黒板見えんすいませんっていう、なんか時間はすぐ教えてくれますけどね、時計に怖いその辺は助かるんですけど、よく松井大輔選手のはちょっと熱いですけどね。やっぱそう考えると、そのやっぱ中盤とかでちょっと包容力のあるような人がやっぱ近くにいた方が、はい、だからやっぱ嬉しいのは長谷部さんとか、うん、阿部さん、うん、この辺そのやっぱ整えてくれるじゃないですか、やっぱりやっぱ安定感があって、はい、ここ包んでくれる。だから健吾さん、阿部さん、長谷部さんは絶対クラスに欲しいですわ、うん、ここも安泰ラインなんで絶対クラスの雰囲気よくなるんで、このほら見事にこの無意識にやっぱやって持ってますよ、中村健吾さん、中田浩二さん、長谷部さん、阿部さんって、そのちょうどこのひし形になってます。やっとはちょっと違うんかな、中盤でもちょっとやっぱマイペースなんだ。まあそう、確かにひょうひょうとしてる感じ。確かに担任と副担任を決めろと、これ監督団も全然出てこないな、それ難しすぎて、まあ、誰がまとめれんねん、何年何組でもう出たんすか、はい、副担任もですか、はい、いいですか、さっき聞いて、僕はもう岡田監督です、まあ、しかないんですもんね、はい、まずね岡田先生、はい、担任岡田先生、はい、副担任西野先生ですね。ああ、まあそうか、そのレジェンド、はい、ちょっとやっぱり、ね、年齢は西野さんの方が上ですけど、先生っぽいやっぱ岡田さんなんで、ラモスさんとか入れといてほしかったですね。それまた先生と喧嘩しそうですね、これは。そうですよね。いっそね、僕はもう J リーグから、はい、スキッペ監督とか、うん、広島のね、うん、今の、とかも、僕はもうアギーレとかの、感じを好きだ、うん。もう外国人ぐらいの方がいいと。もういっそ、うん、J リーグ出身のレジェンド、うん、ドゥンガ。ドゥンガいいですね。ドゥンガ行きますわ。うん、この、うん。もう何やら言うたら。静かにしようで、ね、一撃。うん、ドゥンガさん担任で、副担任でスキッペ監督にしておきます。なるほど。あ、やっぱオシルさんですわ僕。あ、大好きなんで。あ、そうか。記者会見とかも緊張感走るんで。ミスった質問したら、それどういうつもりでそれどういう意図があってそう言ってるのかまで来るじゃないですか。校長じゃないですか。あ、そうですね。オシルさん校長。校長。教託という言葉が一番似合う。面白いですね、こうやっていろんなレジェンドがいて。どうですか。いや、俺どの YouTube よりも。喋ってんじゃないですか自分の YouTube より喋ってますよ最初止まらへんかなとちょっと思いました。いや、これすごい大丈夫なんですか、俺こんななんかいいんですよ、雑談いいんですよ、雑談でいいんですよ、まあ、これがもう再生回数回らなくても、まあ、そう回りません、これ回りません途中何ですか、あの MC 論のくだりに橋本さん朝ごはん何食べてるのか回るわけないです、炊き込みご飯です炊いて冷凍してるんで、これ誰がいるんですか、このくだりこのくだり江口さん回るわけです。せーのおばんざいでちょっと締めたいと思いますので、はい、はい、せーのおばんざい。